こんにちは、吉野さん。いかがですか、これ。30になりましたよ。まあ、あまり変わんないかもしれないですね。さあ、今回も億万長者合宿行ってみましょうか。億万長者合宿に行きたいなと思ったんですけども、今日のタイトル、DAIGO さんなんですけども、DAIGO さんがね、生活保護の人とか、ホームレスの人は、もういらねえんじゃないかと。もういなくなっていいんじゃないか。要するにね、これ死んでくれっていうことだと思うんですけども、いや、DAIGO さんにしては珍しくね、感情的な、メッセージ出してるなと思ったんですよ。これ釣りでもなんでもなくて、DAIGO さんがライブ放送で言ってたんですよね。で、DAIGO さんはなんか人間嫌いで猫が好きなんですよ。まあ、ですんで、どういう表現しても、まあ、DAIGO さんは自由なんですけども、ね、DAIGO さんもね、すごく高額納税者ですから、自分の税金が猫に使われるのならね、いいんですけども、まあ、DAIGO さんから見て意味のない人間に使われてることに、なんかね、憤りがあるということなんですよね。まあ、人の感じ方とか価値観っていうのは様々ですから、人間に使うよりも猫に使ってくれっていう人がいるのも仕方がないですしね。そういう意見もありますから。昔はだから生類憐れみの霊とか言って、徳川綱吉でしたっけね、犬とか猫を粗末にしたらなんか厳罰とかね、処刑とかね、ああいうのありましたからね。だから当時は人間よりも犬猫様の方がね、地位が高かった、そんな時代もあったわけですよ。まあ、なんとも荒唐無稽で人権をなんとかっていうふうなことも言われますけども、やっぱり人権っていうのもね、誰かがやっぱ決めるわけなんですよ。これは人権はこうですよって、その時にもういろんなこう考え方がありますよね、じゃあなんか殺人犯の人権はどうなんだとかね、犯罪者の加害者の人権ばかり尊重されて被害者の方は全然守られていないとか、なんかね、加害者にも更生の余地があるとかなんとかっていうので、結局は税金で暮らされるというね、まあ、はっきり言って今2000名ほどの、まあ、いわゆる無期懲役とかね、いますけどもね、いるらしいんですよ。2000人ぐらい無期懲役がいるらしいんですよ。それは重犯罪を犯して少なくとも殺人とか以上になりますけども、2000人以上のそういった殺人犯、無期懲役の人が、無期懲役って言うと今ね30年以上ですからね。この前も41年という判決が出ましたけども、懲役41年とかね、もうほとんど人生出てこないでくれって話なんですけども、そこだけ切り取るとさすがに加害者にも人権があるからなとも言えるんですが、被害者ってのは41年の服役どころか永遠にこの世の中にいないわけですから、そう考えたらその被害者の無念とかね、被害者のご遺族とかっていう感情もあって、結局は生きてるんでしょって話になっちゃうんですよ。そしてただ生きてるんではなくて、税金によって、まあ、いわゆるね、ぬくぬくと暮らしてると。で、収監されてない人は税金で暮らすってことはできませんから、基本的に。自分の力で稼いで、自分の力で節約して、自分の力で競争にさらされながらやっていかなくちゃいけないってところありますよね。で、まあ、いろんな犯罪がありますけども、被害者の方にきちんと保障がされてるのかっていうと、これはねまたそうでもないんですよ。例えば詐欺に遭いましたね、詐欺師は逮捕されました。お金が返ってくるかっていうと、詐欺師がお金を持っていたり資産を持っていればそこから返すことはできますけど、基本的にないんですよ。で、その他強盗しました、お金を取った人が捕まりましたね、で被害者の人にお金が戻るかって言ったら別に戻らないんですよね。で、あとね、他にもいろいろあるんですけども、じゃあお金を借りて返さない人がいますと、裁判でお金を返しなさいというふうな判決が出ました。じゃあ誰が加害者から被害者にお金をこうやって取り戻してくれるのか、これ誰もいないんですよ。別に裁判所がやってくれるわけでもないですし、警察がやってくれるわけでも何でもないんですよ。それこそね、被害者の人が自分の力でやるしかないし、加害者の人がはいどうぞって自分のお金を渡すのを待つしかないんですよね。はっきり言ってこれ逃げ切ることもできるんですよ。まあひろゆきさんっていうね人がいますよね、2チャンネルの。あの人なんて裁判で4億円の支払い命令が出てるんですけども、それを逃げ切った挙句時効になって払わなくていいようになっちゃったんですよ。つまり4億円を何十人か何百人か分かりませんけども、受け取るべき人が受け取れなかったと、取りっぱぐれてるわけなんですよ。要するに被害者がさらに被害を
被ってるわけなんですよね。まあ、そういうことを考えるとやったもん勝ちみたいなね、そんなところもあると思うんですよ。だからもう世の中ね、かなり理不尽だなと、これが本当に人権なのかなっていうところもありますんで、話を戻せば大悟さんが言ったことっていうのも一理あることはあるんですよね。